皆様こんにちは。それでは前橋市長の会見を開始させていただきます。まずさまざまな風水害あるいは台風地震等によって、日本中被害を受けております。それぞれの被災者あるいは被災地の自治体に対して、お見舞いを申し上げたいと思います。また本市としてもたくさんの市からの出動要請応援依頼、そして厚生省からの看護師の派遣依頼、さまざまな支援の依頼が来ております。市民のサービスに、ごめんなさい、市民サービスを阻害しない中でも一生懸命やっぱり前橋として応援していく、それが私たちの使命であろうと思っております。災害が少なく都市だからこそ他市の災害の応援をする、そういうことを心がけて言いたいと考えております。それでは本日は7件の案件につきまして報告をさせていただきます。まず最初の、積水ハイム様の官民共創のプロジェクトにつきまして、これだけ、先行して、質疑もお願いをしたいと思います。さあ今年で、3回目となりました。前橋市が販売をいたしました、ローズタウンという住宅団地をお買い上げいただいたご縁で、積水ハイム様がその付近の耕作放棄地でコスモスの花畑、そしておそばを皆さんにプレゼントする事業を行っていただいております。今回も山下社長様、門井様、皆さんお出かけいただいておりますので、詳細は積水ハイム様の方からお話をさせていただきたいと思います。今回一つ変わったことが、お隣にあります、福祉医療法人である阿蘇学会がお祭りを開催し共同で運用すると聞いております。第24回阿蘇祭りと、積水ハイム様のローズガーデンのコスモスのイベントを、共有連携しながら行っていくと聞いております。楽しいお話があるんだろうと思います。これも山下さんの方から、門井さんの方からお話をさせていただきたいと思います。阿蘇会につきましては、実は先般記事にも一部報道されております通り、エギにおける群馬県の農業試験場跡地4ヘクタールほどあってるんだろうと思いますけれども、の利活用についてお考えをいただいていると聞いております。いろんな意味で地域全体が、前橋のローズタウン、そして旧群馬県農業試験場、広大な土地において何か大きな前橋の力が生まれるのではないか、実は薄々聞いてはおるのですが、あまり言うと怒られますので、阿蘇会さんに私からはそんなような思いをおぼろげに皆さんにお伝えし、お話をとどめたいと思います。それではコスモス&そば祭りにつきましてご説明をお願いいたします。改めまして皆様、こんにちは。先ほどご紹介をいただきました、群馬積水ハイム代表取締役社長の山下でございます。今山本市長の方からもご紹介もいただきました。実は2016年より、この事業、このイベントを開催しておるんですが、弊社前橋様と弊社の、共同事業ということでございまして、都市魅力アップ推進事業という位置づけでスタートをいたしました。これ2016年から数えること、今年で3回目ということになります。パネルの方をご覧いただければと思うんですが、こちらはですね、前橋市、ローズタウン東地区、こちらの場所で、弊社の、ちょうど178区画になります大型分譲地のちょうど北側に隣接する土地ですね、そちらを4ヘクタールほど使わせていただきまして、43万本のコスモスと地産地消、そこで採れたおそばをですね、皆様方にお出していきたい、このようなイベントでございます。期日は10月の13、14と
という2日間で開催をいたします。開催中はですね、非常に広大なコスモス畑ということでございまして、お住まいの皆様だけでなく、ここを通られる方、あるいはちょっと買い物に来られた方も、非常にコスモスをめでていただいて、癒しと憩いの、そういった空間を短い期間ですけど皆様にご提供していきたいと、このようなイベントでございます。詳細につきましては、弊社担当者の石関よりご説明をさせていただきます。皆様ぜひお時間がありましたらですね、お越しいただければと思いますのでよろしくお願いをいたします。じゃあ石関さんお願いします。こんにちは。このイベント3回目ですけども、過去2回でこの綺麗なお花と美味しいお蕎麦を楽しみに1300組ほどのお客様が来場されました。非常に賑わったイベントです。それに加えまして先ほど市長のより話がありました、今回は14日に阿蘇花祭りというのを開催される関係で、前橋阿蘇花会様と共同でこのイベントを盛り上げようということで協賛をしていただきました。当日は阿蘇花会様が阿蘇花祭りの会場から、ローズタウンの商業施設、それから、当社の分譲地の中、このコスモス祭りの会場と EV バス、ちょっとグラフこちらにも出ておりますけれども、EV バスを試験的に運行をいたします。普段外に出られない施設利用者の方たち、生活弱者の方たちが利用していただいて、よりいろいろなところで楽しんでいただこうという企画でもありますので、こちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。で最後にこの分譲地の中にですね、隣接した分譲地の中に、11棟の展示棟が建っております。こちら世界的なガーデンデザイナーの石原和幸さんが監修した外構も見れますので、当日コスモス祭りに来場された方は、一緒に、見ていただけるような企画にもなっておりますので、ぜひより多くの方に、見学いただければと思います。簡単でございますけれども以上になります。はい、ここでただいまの案件について質疑を行います。NHK の渡辺さんに進行をお願いいたします。NHK 渡辺不在のため、横山が質疑応答をさせていただきます。管理者から特にないのですが、各社案件についてご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは括弧2以降の案件について引き続き山本市長から説明いたします。ありがとうございます。石原さんって ロンドン王立協会 のガーデンデザイナー、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。未来を送るんですね。そうですね。積水ハイムさんと太陽光の収益事業の寄付をいただいてたり、本当に長いお付き合い、これからもよろしくお願いいたします。さあ次は早口で参りましょう。はい、では山下さん、門井さんもありがとうございました。石崎さんありがとうございました。はい、前橋祭り開催いたします。前橋祭り、といえばもう前橋、戦後すぐの復興祭から始まった大きな前橋の四大イベントのうちの一つです。今年の前橋祭り、毎年毎年同じことをやってるんじゃつまらねえなと、つまらねえなんて言った姿勢ですね、やってる人に。変化があった方がいいなと思いまして、今回はゴミゼロ祭りにしようとかね、小学生の子どもたちが参加していっぱい拾って、拾った量で、コルトンのぬいぐるみをもらえるみたいな企画をお祭りと環境部が一緒になって考えてくれてるなどなど、いい企画になっております。書いてある通りでございますので、特に私の方からの報告はなかったですね、お祭り担当者。はい、よろしいですか。ということでございます。ただこの中に今回一つ市高祭のお祭りをから加えることといたしました。これは市高祭といえば前橋を藩主にして、前橋のその江戸期の基礎を作っていただいた四大名家、一つが昨日東儀秀樹さんが賞を奏でていただいた
堺歌の神家、そして幕末まで続いた松平大和の神家、そして、大御城を中心に領主所領を築いていただいた大御の牧野氏、そして総社は秋元と、この4校が前橋という今の前橋市を、所領していただいた方々でございますけれども、この4代目受けそれぞれに4代目受けの検証会ができております、あるいは元の家臣団とか、そういう方々を中心に、志向祭りのパレード、あるいは志向陣屋と申しまして、その展示を行うようなブース活動を行いたいと思いますので、ぜひこういう形でだんだんとお祭りの形が変わっていく、花火も最近では音楽花火にしたりね、T1 出したりいろいろしておりますけれども、やはりただ継続じゃ知恵ないですからね、そういう意味で、整えていきたいと思っております。2番3番は以上でございます。次は詐欺防止、お酒も志向祭りのお酒と御朱印帳も作っておるということをご報告いたします。さあ次は、詐欺撃退、その新しい電話機を導入することと職員の方々がアイデアを出していただきました。そんな電話があったのかと私も存じませんでしたけれども、こういうことを意識しながら、職員の方々がいろんな政策に取り組んでいただけることがありがたいなと思います。これは、消費生活センターが発案をしていただいたのであります。浅見節子さんにお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。中身は書いてある通り、電話、高齢者宅の一人暮らしの高齢者の方々が、電話来たら出て、もうその場でも騙されてすぐ誘導されて催眠術にかかったように、もうその電話を取らないように、この電話は録音されますよというメッセージを流して、それをかけてきた方が本物の全員の人だったら、その電話をまた切らずに待っていればご本人さんが出るということです。後ろめたい人は、いや録音されるならやめようと思ってです、大体切られると聞いております。その経費の2分の1 5000万円を5000円を市が助成をしようと思っております。大体1万円ぐらいのものだと聞いておりますので、大体2分の1助成ということになります。詳細は担当者来ておりますのでお話をさせていただければと思います。次はアーツですね。アーツ5周年になりました。たくさんの批判を受けておりますけれども、でも批判を受けないアートなんてないのですよ。作太郎が石持って石を放たれて追われるごとく、やはり新しいものにチャレンジするというのは常に批判を受ける、それを浴びながらどれだけの覚悟が、住友館長におありなのかということが逆むしろ問われているんだろうと思います。その中で僕が今回本当に嬉しいなと思ったのは、5周年記念の企画というのが、岡本太郎展です。それもまさに岡本太郎みたいなモダンアートを推し進める革命家みたいな人と、もう一つの企画がつまずく石の縁という新しい街歩きの新しい、観光を加味した、なんて言うんでしょうか、そういうのタウンアートみたいなことなんでしょうかね。これは僕から説明するのはやめます。やってる本人じゃないとわからない、それが芸術ですよね。ということで、素敵な、これがチケットだそうです。チケットを、この本を買うと、この本のガイドブックに従って街をなんとなくアートに促されて導かれて歩いちゃいますよという、そんな仕掛けです。冒頭5年前にこの美術館がつながるためのハブとしての美術館になるという覚悟を示しましたけれども、こういうことだろうと思います。さあ次は友人新農会の VR 体験です。今日はサイクルジャージでここでローライダーに漕いで VR で競輪選手を疑似体験しようと、
映像があるんだね。あ、圧の方もあったのね。はい。じゃあまあここまで来たんだから VR の競輪選手の疑似体験を皆さんしてください。あ、いいですか VR 疑似体験の方からね。じゃあよろしくお願いいたします。今設営いただいている方はフジテレビジョンの方々です。当日は競輪場でちゃんとこのなんて言うんでしょうか、こういう水中メガネみたいなのをかぶってそこに絵が出るのを感じるということなのですけれどもね、それでこうやって漕いでみると本気げになるということです。あ、持ってきてあるんですね、はい、うん、体験自転車漕いでみたい方おられますかね。1分間に140から50ぐらい漕ぐんですよね、最後は。そうですか、桜井部長。だから足がどうになるんでしょうか。まあ見てみましょう。はじめまして、フジテレビの VR 事業部の藤川といいます。ちょっと準備中に、概要を説明させていただきたいと思います。今回前橋様と JKA 様とですね、未来の、競輪体験ということで、VR を使った新しいその競輪観戦の形を、デモンストレーションをしたいと思っています。10月5日から8日に開催されます友人親王杯の開催期間中、グリーンドーム前橋でですね、このイベントを開催したいと思います。ちょっと今調整中なんですが、デモコンテンツに関しましては去年のですね、去年の友人親王杯の、レースの様子をですね CG で再現しまして、それを、VR ゴーグルで、見れるというふうなものになっています。従来 の, その、まあ、もちろん、中継の場合いろいろなところにカメラが置かれていますが、選手目線であるとか、あるいはですね選手の団体を、ドローンで追っかけるような映像、もしくは、選手と並走して走るような映像という、まあカメラでは撮影しできないようなところにですね、バーチャルで、映像を再現しまして、それを、あ、ちょうど始まりました。今、彼らが見ている映像がここに出ています。後ろを見てもらったりすると塞がれちゃってる。今これはちょうどその先頭走ってる選手の視点になりますね。先導車が前にいるんですが、これはおそらく1周目だと思います。後ろに、いるみたい。まあこういうその、実際そのリアルでは再現不可能なところをですね VR で再現することで、なんというかその新しいその競輪の体験の魅力というか自転車競技の魅力みたいなものをテクノロジーを使って再現できないかというふうなトライアルになります。で実際これどういうふうにやっていくかというと、今回は完全にその、去年の映像のまあ再現になっているんですが、リアルタイムでもできるような実験を今しております。画像解析をしまして、それをリアルタイムでこういうふうな形で CG 上に落としまして、それを体験者が自由に観戦できるというふうなことを目指しています。今回実施してですね、お客様のいろいろな声を集約しまして、それをまあ実際のサービスに向けていきたいなと考えております。これ例えばご覧になりたい方いれば、実際にそのゴーグルつけていただくとですね、立体的に見れるようになっています。ありがとうございます。これ一周ゴールまであるんですか。これはあります。じゃあ違うね、どうぞどうぞどうぞ。まだドラが鳴るまでにはまだ、はい、いいんですよ。それそのままお渡しすればそこで見れますので。外れちゃったみたい、はいはい、もっとこ菅原さんもっと動かないと。なんか電源を切った。
そうです、そうですね。これ上とかもちゃんとなってます、ね、そうですね。空間全体が、ちゃんと再現されてます。ちょうどゴールしちゃった。ゴールしちゃった。でもまあこうやって空間認識するだけでもね。まあじゃあ会見続けましょう。はい、はいはい、ありがとうございます。でそしたらそのアーツさんの流すなら流されて。まあでもこういうまあこれ逆にもう競輪いらなくなるね。だってローラー台で選手が走ってて VR で見てて落車もなくてそういう時代来ちゃうんかね。 e ゲーム競輪今桜井部長が頭の中にひらめいてこれで儲けようと思ってるでしょう。でもそういうことだと思いますよ。時代の変化っていうのは驚きますね。さあでは集まい橋さんをよろしくお願いします。まあ、フジテレビ庁さんとしても今回がトライアルでスタートですからね。ちょっと今今日は調整が足りませんでしたけれども当日は皆さんに競輪をリアルに楽しんでもらえると思います。はい、ではアーツさんじゃあ住友課長にしゃべんないと俺じゃ分かんない。すみません、じゃあ岡本太郎展のですね会場でもご覧になりますけども皆さん多分よくご存知の、CM2 つを今日特別上映させていただきますので、2つだっけ2本連続でご覧になっていただきますのでよろしくお願いします。はい、岡本太郎は96年に亡くなってるんですね。もう20年以上前なんですけれども、今年は万博公園の太陽の塔がまた、再公開されたりもしてますのでこの機会にいろいろと今話題になってますので、展覧会の方も盛り上げたいと思っています。まあ、ほとんど先ほどのご案内の通りなんですけども一つだけちょっとシンポジウムのご案内だけさせていただければと思っています。10月の7日7日にテルサホールで、かなり豪華なメンバーでシンポジウムを開催します。日本美術のご専門の、岡本太郎ブームを牽引している、山下裕二先生、それから人気音楽グループのスチャダラパーの兄さん、それから、田中克樹さん、コップの縁の縁子さんっていうのをですね、キャラクター化しているグッズ化している、デザイナーの方です。それから本展の、監修をしていただいている砂原さん、砂原さんは今武蔵野美術大学の先生ですけれども群馬大学にいらして、その頃から、お世話になってこの展覧会を準備して、おります。この4人の方によるシンポジウムが10月7日に行われますので、こちらの方も合わせてご案内いただければと思っております。あとつまずく石の園、アーツ前橋開館前からですね、20人近く海外の作家も含めて滞在制作に呼んできました。でこの方たちの、10組の、作品が街の中で、見られますので、商店街の人それから、前橋共愛大学とか、工科大学の学生なんかも一緒に盛り上げてですね、あと多言語化をしてます。案内マップをですね今英語だけではなくベトナム語とかですね、なかなか日本人の方には馴染みがないけど実際前橋にたくさんいるそういう方にも見ていただこうというマップを、学生たちが今作っておりますのでそちらの方も合わせて取り上げていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。そこに顔があってもいいじゃないかっていうのはあれやんあなんだっけ何の宣伝コップのさ岡本太郎がグラスの底にグラスがありますね。ウイスキーのロバートそれはもう手に入らない。あでもいいね。まあぜひこのご縁があって見ている人がいてロバート・ブラウンのグラスの底に顔があってもいいじゃないかに半径にお借りできるような導きがあればよろしくお願いいたします。いいね。さあそれではあと最後は
ヒルクライムですね。はい、まあ、あの同じです、ヒルクライムも、私が報告するほどではないと思いますので、これもいいじゃない、富士ビジョンさんのね、まあ、いろいろなことで新しい、あの結果的に新しい価値が生まれるものを皆さんにお届けしたいのですよ。同じことの繰り返し、ルーティンワーク化したもの、そこには申し訳ないけれども、どんなに本物であっても価値はないよ。新しいチャレンジ、それを伝えられる都市となる、それが前橋の思いです。さあ、以上で前橋市長の会見を、あ、なんか失礼なこと言っちゃったのかな。あ、すごいだった、ごめんなさい、なんで僕、そうなんですよ、反省します、NTT ドコモ様にもう申し訳ございませんでした。まあ、いつもこんな調子ですよね、何も考えずに失礼なこと言いましたけども、新しい価値があったのですよ。不思議だなと思って、いつもやってるルーティンの記者会見にね、僕がやるのは不思議だなと思ってたら、実はフラッシュフレームとはこういう新しい価値を皆さんに提供します。スラスラと僕が言うよりもご本人が来てますから、ドコモに任せますけれども、こういうことですよ。いっぱいの人たちがカメラ撮るでしょ、カメラ撮って、でカメラを撮った本人にプレゼントする、それをマッチングするのがフラッシュフレームだよ。だからプロのカメラマンが撮ってスポーツ競技大会の後で売ってるじゃないですか、1枚1000円とかで、あれが C2C でできるんですよ。 C2C でそういう意味の新しい、アプリケーション ICT 技術を提供していただいた NTT ドコモの力によりまして、今回のヒルクライムはとても価値のあるものになったということをご報告してよろしいでしょうか。フラッシュフレームの開発者が来てるの、アメリカから。申し訳ございませんでした。いやー、I'm very happy to meet you. 本当にお詫びを申し上げます。それでは、せっかくなら、会見を一回閉めて。はい。では、ドコモ様、フラッシュフレームのアプリケーションの開発会社、お願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました NTT ドコモ群馬支店長の船越と申します。本日はこのような貴重なお時間いただきまして誠にありがとうございます。こちらに映像を映しながらプレゼンの形でご説明をさせていただきたいと思います。出るかな。はい。それではですね、イベントと写真をテーマにしたマッチングプラットフォームの実証実験についてということで、ご説明をさせていただきます。もともとですね、前橋市様とドコモ、今年の5月に連携協定を結ばせていただきました。その一環として、このイベントと写真を、テーマとしたマッチングプラットフォームの実証実験をするということです。これがですね、9月30日に前橋赤城山ヒルクライム大会がございますので、その場でこのマッチングプラットフォームの実証実験をしたいということになります。で、このドコモなんですけれども、ドコモ USA を窓口にして、フラッシュフレーム様と協業してございます。協業して、このマッチングプラットフォームの開発、サービスの開発を、してまいりました。で、各社の役割、こちらに示した通りなんこちらに示している通りなんですけれども、詳細については、本日のリリース文の方に記載をさせていただいてますので、そちらの方をご確認いただければと思います。で、今回の実証実験で目指すことでございます。これは、前橋赤城山ヒルクライム大会はもちろんのこと、スポーツ大会を盛り上げたいと、盛り上げることで地方創生の実現をしていきたいということでございます。先ほど市長からもお説明していただいてしまいましたが、ですね、競技者の方、そこで我々としては写真に着目して今回の仕組みを立ち上げました。競技者の方、これ写真を、自分が写っている写真を欲しいというお客さんたくさんいらっしゃると思います。で、いくつか、その写真を入手する手段というのはございますが、写真選択肢が少なくて高価であるだとか、
それからすぐには入手できないだとか、そういった課題がございます。でそこに対してですね、沿道の方々、多くの方々に写真を撮っていただいて、その写真を素早く、そして手軽に、購入できるような、そのようなサービスを、ここで作りました。でこのサービスを作ることによって、沿道者の方々にとってもイベントに参加する楽しみ、これを提供できると思います。またスポーツはそれほど好きじゃないんですけれども、写真が好きだという方はたくさんいらっしゃると思います。そういった方々をイベントに呼び込むことで、またイベントをさらに盛り上げることができるのではなかろうかと我々考えております。で、その仕組み、すなわちマッチングプラットフォームと呼んでおりますが、これの、説明になります。マラソン大会などのスポーツイベントでですね、カメラとかあとスマートフォンなどで写真を撮影した沿道者の方、これが、フラッシュフレームのサイトに写真を投稿していただきます。そうしましたら、競技者の方、これがまたフラッシュフレームのサイトを介して写真を購入することができると、このようなサービスになってございます。でですね、この写真収入、写真販売収入のうち約 50% ですね、これが、写真の撮影者、こちらに還元されることになります。でまたですね、大会の主催者などに、レベニューシェアを提供できるような、そのようなものも可能なビジネスモデルとなってございます。今回ですね、フラッシュフレームの、共同設立者兼 CEO の、グリフィン・ケリー氏がお越しになられておりますので、この後サービスの詳細についてご説明をさせていただきます。はい、今回はですね、前橋市様、それから前橋市まちづくり公社様、それからフラッシュフレーム様、それから、ドコモ USA と多くのパートナーの皆様と、競争をしまして、ICT を活用したサービスによって地域創生を、目指すということを考えております。で今後もですね、ドコモとしては、多くのパートナーの企業の方々と、競争し、さらにその競争を進めていって社会課題を解決し、日本の成長と豊かな社会の実現を目指してまいります。私からの説明はここまでになります。あとは、はい、続いてフラッシュフレームさんからのご説明になります。Hello and thanks for having me today. I appreciate everybody and thank you NTT Docomo for being so nice here today.どうも今日はおいでいただいてありがとうございます。そして NTT ドコモ、そして前橋市関係者の方々に感謝申し上げます。 So we're going to just watch a little promo video about FlashFrame. フラッシュフレームの簡単なプロモビデオをお見せします。Like I said, thanks for having me. So I'm Griffin Kelly, the CEO and co-founder of FlashFrame. My other co-founder, Nate Robinson, is sitting over there. Today we're just going to be talking about how FlashFrame works, give you a brief overview of how it's been successful in the United States, and how hopefully we can be successful on the bike race on Sunday.どうもありがとうございます。グリフィン・ケリーと申します。共同創始者のもう一人はそこに座っておりますネイトでございますけれども、今日はですね、フラッシュフレームがどのような働きをするかを簡単にご説明申し上げて、そしてアメリカでこれは成功を収めていること、できれば今回のイベントの自転車レース、ヒルクライムにもですね、使って成功を収めることを願っています。So one of the reasons FlashFrame was founded was at athletic events.Photos are expensive. There's a lack of options for athletes, and photographers were not paid appropriately. So if you take photos at races as a photographer, you may post them to Facebook or Flickr, but it's hard for the athletes to ever find them.
今日ですね、フラッシュレームを作った理由というのは、その体育大会、先ほど言った運動の大会においてですね、写真を買う手段が非常に限られていると、非常に高価であったり入手できなかったりすることが多いということです。例えばフォトグラファーはたくさん写真を撮っても、それをフェイスブックに上げたりフリッカーに上げたりしても、なかなかそれを自分の写真を見つけることができません。So what we created at FlashFrame was an online marketplace for race photography. So anyone can be a photographer. You can use your smartphone, or if you're part of the press, your professional camera, you upload the photos to FlashFrame, and then customers can search them by their number. And at the end of the day, athletes save money and get more affordable pictures, and the photographers are paid 50% of the photos.フラッシュフィルムがオンラインサービスでどういう形にやりますかというと、皆さんは多分、イベントに行った後に行った時にスマホ、あるいは皆さんのようなプロの写真家もいらっしゃるでしょうから、そういう方々は写真を撮って、それをフラッシュフレームのアップにアップロードします。そうしますとゼッケンの番号によってそれを認知しまして、そしてそれは競技者が購入できるということですね。したがって競技者は非常に安価で入りますし、そして写真家のフォトグラファーの方は 50% 前後の代金がもらえますから、非常にこれはいいシステムだということです。 So, the differentiating factor with FlashFrame and a lot of other photography platforms is that we use machine learning to sort the photos.So we use a two-step deep neural network to classify the digits. It was architected by myself and my engineering team. And we've now used over 600,000 images to accurately sort these pictures that will be seen at the hill climb.この差別化をどういうふうにしているかといいますとですね、私たちは機械学習、まあ、AI の一種ですけれども、それを使いまして、本当に60万の写真からそのゼッケンを使って、まあ、私とそれからパートナーが作ったんですけれども、使ってそのイメージ認識をするということです。Yeah, the one thing is you have to make sure that you take pictures of the number. So if you're going to be out there on Sunday, make sure the number is visible.そしてこれをディープニューラルラーニングという形でやるわけですけれども、一つその番号を、ゼッケン番号をですね、検索しなきゃいけないので、日曜日にこのイベントに出る方は、その番号がはっきり見えるようにしていただきたいと思います。So, you know, FlashFrame has been very successful in the United States. We've photographed over 500,000 people.The platform has been used at over 1,100 events, and over 3 million photos have been uploaded. So we've covered events from New York to California, and I'll show you some of our partners as well.フラッシュフレーム、アメリカで大変成功しておりまして、今まで50万人の写真を撮っております。そして1100に上る大会、そして写真がですね、今のところ300万の写真、ニューヨークからカリフォルニアまでイベントに撮られた写真がアップロードされております。その詳細は今からお見せします。So, these are just some of the partners and races we've worked with.Bike the Drive in Chicago is another bike race, has 30,000 participants. This is a little bit smaller, so I think we can do a great job here. But these are just races across the United States that we've worked with. これが私たちのパートナーとして挙げたイベントですけれども、Bike the Drive というシカゴの大会があります。これは3万人の参加者がいる大会でしたから、ここではもう少しスケールが小さいでしょうから、大成功すると思います。So, you know, we've been, got quite a bit of press coverage in the U.S. This is a popular idea. We originally started at the Chicago Marathon. So, you know, it's a very popular idea amongst runners and as seen as our articles in Runner's World.メディアでも非常にカバレッジが多くてですね、ここで本当にシカゴで始まったわけですけれども、このイベントを本当に成功に基づいたというようなメディアの記事がいろいろ掲載されております。So we're just going to do a quick demo here. Yeah, ちょっとデモを行います。So like I said, this is a triathlon in the U.S. これはアメリカのイベントで。And then I'm searching the bib number 551. ここでゼッケン551を探します。
And then here are the photos of the participant on the bike and running. そしてこれは参加者自転車に乗ってる人と走ってる人のゼッケンの番号の写真が選ばれてくるわけです。And then just to note, you know, even though you can't see it very well, the biker has a number on his helmet. でよく見えないかもしれませんけれども、バイカーはみんなヘルメットというか帽子に番号をつけています。それを認識してるんです。Thank you for your time. Members of the press, I hope you guys are out there taking pictures. どうもありがとうございました。プレスの皆様、ぜひそのイベントに来ていただいてですね、写真を撮ってアップロードしてください。よろしくお願いします。いやー、シカゴ生まれのスタートアップのチャレンジをここでやるなんてね、それが私は中身はよく分からないけど、それが嬉しいですよね。ベリーハッピー。そして分かりませんけども、こういう新しい価値を生む、だからドコモさんが前橋にこれ声かけたのは、前橋がとっても寛容な街で、こういうへんてこな、ごめんなさいね、こういう変わった新しい新規のチャレンジを前橋市なら受け入れてくれるんだろう、そういう思いだからも、さっきの富士ビジョンさんもチャレンジ、ドコモさんも、そして、フラッシュフレームもチャレンジをここでしてくれている。私はそれが僕たちの都市の一つの特徴なんだろうなと思います。さあ以上で、会見を終了します。ありがとうございました。これより質疑に入ります。 NHK の横山さんに進行をお願いいたします。はい、各社これまでの案件について質問ございますでしょうか。上新聞の岡さんです。お世話になります。ドコモさんとの関係でちょっと何点かお伺いしたいんですけれども、先ほどプレゼンの中でですね、写真の選択肢が少なく高価であるという説明があったかと思うんですけれども、これに関しては前橋さんでもドコモさんでも結構なんですが、昨年の大会の関係で例えば写真がこんな売られ方をしていて、その価格がこれくらいだったということをお聞きすることっていうのは可能でしょうか。実行委員会の鈴木と申します。前橋市松井公社の鈴木と申します。よろしくお願いします。昨年の大会にはですね、プロの、写真家を2つ入れておりまして、金額の方につきましてはかなり高価だという報告がいただいております。具体的にいくらぐらいっていうのか。1000円とか2000円とかそういうくらいですかね。それからこのすいません、システムについてなんですけど、はい、これはお金を払うとデータをいただく、データが送られてくるような形なんですか、それとも写真そのものが送られてくるんでしょうか。どこ、So just to explain the full process from photographer and athlete. それから写真家からですね、それからアスリートに送られるシステムをちょっと全部説明します。So the photographer takes the picture, uploads it to Flash Frame. And まず写真撮って、それをフラッシュフレームにアップロードします。The athlete will come on the website and can then buy the photo.でそしてアスリートはフラッシュフレームのサイトに来て写真を購入することができます。And then when the participant buys the photo, it's emailed to them and they can download it. It's also emailed to the photographer so they get a confirmation. でそうしますと写真が E メールで、写真自体が、そのコンペティターと、そして、フォトグラファーに送られます。そうするとフォトグラファーは売れたということが確認できるわけです。And then finally, most importantly, the money is sent to you through another company, through Stripe. そして Stripe というもう一つ別の会社に実際のお金のやり取りが行われます。I hope that answers the question. お答えになりましたか。となると、
消費者のもと、購入された方のもとには写真実物そのものが届くわけではなくて、データとしてEメールで届く形になるでしょうか。Photograph itself would not really, physical photo would not be arrived.For this race, we will not have physical photos, but FlashFrame has that capability in the U.S. はい、それはこういうレースではやらないですけれども、FlashFrame はそれをやる力はありますけれども、今回はしてません。データだけですね。それが先ほど市長とのちょっとしたやり取りの中で少し出てたんで、改めて確認なんですが、本社の方が国内でこの事業を行うのはこちらが初めてということで、国内初の取り組みという理解でよろしいでしょうか。Yeah, this is the first time in Japan. We've operated in Asia at the Bali Marathon 2 years in a row, but this is the first time in Japan. はい、アジアではバリマラソンで2年続けてやりましたけれども、日本国内では初めてです。ありがとうございました。Thank you.他ありますでしょうか。すみません、市高裁の質問なんですけれども、パレードが目玉の一つだと思うんですけれども、特色ある4つの行列が行進ということで、もうちょっと具体的に分かれば、分かる範囲で教えてほしいんですけれども。お世話になります。文化国際課の須藤と申します。パレードのですね、具体的な特色なんですけれども、まずそれぞれ初代の、例えば秋元家ですと初代長友、二代目安友、こちらにですね、扮しました甲冑を着てですね、行列を行います。そのようなイメージで各系ともにですね、上下を着たりですね、そういう15人程度の行列を組みます。で、先頭にですね、それぞれ各系の牧野家であればですね、忍者隊、坂井家であれば雅楽隊、それから秋元家はですね、天狗、それで松平家につきましては狐というような特色を持ってですね、行列を総勢80名程度で行いたいと考えております。他にございますでしょうか。参加されるのはどんな方なんですか。はい、各家ですね、地元の方々、検証会、先ほど市長の方からもですね説明ありましたけれども、各家の検証会というのがございます。そちらの方々、地元の方々を中心に行います。特に秋元家につきましてはですね、まあ、本物の親子が初代と二代目を演じたりというような、そんな地元メインで行いたいと思っております。あと狐に扮したりですね、その辺の方々は神明宮の雅楽隊を除いてはボランティアの方々に演じていただくことになっております。はい、ありがとうございました。ぜひ皆様方にお越しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。群馬テレビの早川と申します。詐欺被害と防止機能付きの電話機の関係をお伺いしたいんですけれども、今回そういった機能がついている電話機ということで、県警がもうすでに始めているそういう、なんですかね、後付け装置というか後付けタイプを県警さんがもう貸し出しを始めていらっしゃいます。それとはまた別で、もうすでにこうそういった機能がついているもう電話自体の購入の補助という形でよろしいでしょうか。そうですね、前橋市で行うものは、一体型となった新規の電話機に対して補助を行わせていただきます。一体型に関しては使い勝手が良くて、各メーカーさんからさまざまな商品が販売されておりますので、お好みのものを購入されやすいかと思います。古い電話機に、買い足す後付け型もありますが、より長くお使いいただけるために、新しいものの購入に対し補助を行うこととさせていただきました。
これ購入してそういったこう補助を受けるためにはまずこう消費生活センターにこう申請をしなくてはいけないという手順があるということですか。そうですね、仮申請ということで先着一応100名様といいますか予算の限りがございますのでまず消費生活センターに電話で問い合わせをしていただきたいと思います。申請の受付開始が、来月1日という形 で、はい、10月1日からですね。で10月1日以降に購入したものが対象となりますので、その前に購入したものは対象外になってしまいます。ありがとうございます。ありがとうございます。他いかがでしょうか。それでは各社案件以外についてご質問ありますでしょうか。業務新聞の石垣です。先日県の障害者雇用の関係で、水増しというか、不適正な対応というのが発覚しましたけれども、前橋市の調査の状況が分かれば教えていただきたいですが。前橋市で障害者の法定雇用、他の自治体で皆、水増しされているという表現に報道機関はしておりますけれども、実際は虚偽申請の案件が続いてきておりますけれども、本市としても調査をしております。調査に随分時間かかっているということで、疑惑や疑念を持たれている報道機関多いと思います。私自身もその一人です。なんでそんなに調査に時間かかるのか、我々の法定雇用、障害者を何人雇用しなくてはいけないという決まりに対して、多分45人ぐらいと報告を受けてますけれども、45人をなんですぐ調査できないのか、私自身も不思議に思っております。ただよく聞きますと、そこにはいろいろ厚生省のガイドラインの触りず、明確な調査をはっきりとできるという基準に対しての抵抗するような案文もあるもので苦労していると聞いております。それにつきましては担当課がきちんとお話をしないと誤解が生まれますので、高橋人事職員課長からお話をいたします。いいな。はい、障害者雇用率の、関係につきましては先月の定例記者会見でも市長の方からもお話がありましたけれども本市としても障害者である職員の実態の調査をさせていただいております。で調査は実はまだ継続している部分もございまして国へ報告する正確な数値これは一応今月中に報告ということになっておりますけれどもそちらについてはいまだ確定してはおりません。今回の調査におきましてはガイドラインにのっとって自主的に障害者手帳の提出を依頼したところです、職員から自主的にですね、提出してくださいと。で、採用後に障害者になったっていうことでですね、参入していた職員のうち、一部の職員につきましては、障害者手帳の所持が確認できていないというものもございます。原因につきましてですね、長期にわたって体調不良、こういった職員について、障害者手帳がなくても医師の診断書のみで同等の障害を持っているものとみなして参入していたということもあろうかというところでございます。こちらの、正確なですね、数値につきましては近々ですね、公表できるように準備はさせていただきたいと思っております。で、じゃあどうして数字がなかなか出ないかといいますと実は労働局、群馬労働局ですね、そちらと実はこれまでなかなかお話しする機会がなかったっていう部分もございますけれども実は担当の方とこちらでもいろいろと事務の打ち合わせなどさせていただいたところがいろいろと雇用率の算定方法実はちょっときちっと言うか国の説明っていうのもなかなか難しい部分があったんですけれどもそちらもちょっと精査させていただいているというのもございまして数字につきましてはそれにのっとって近々発表させていただきたいと思っているところです。私の方から以上なんですがよろしいでしょうか。すいません、そうしますと
国や県であった事例のように、はい、まあ、不適切な事例があったけども、その数字が確定していないというふうに認識でよろしいでしょうか。はい、まあ、国県と同様な算定方法であったかなと捉えております。今月、月内に発表されますか。そうですね、できれば月内に発表したいと思っております。今その件で県庁の方でも、ね、発表があったんだけど、これ非常に記者クラブで問題になったんですけども、まず発表時間がね、ギリギリに夕方にやったり突然やったりしてるんですよね、県の方は。県の方ですよ、でそっちの方もだって今月集中って尻が決まってるわけですから、段取りを持ってきちんとですね、資料配布なんかはまあもちろんやめてほしいし、きちんとした記者発表をですね、夕方のその県なんか4時とか5時とかに入れてきたりしてるんで、例えば2時とか3時とかね、各社も事情があるんで常識的な時間にやっていただいて、しかもその周知についても午前中に午後にやるんだっていうような周知とかね、きちんとやってほしいんですよ。まあ、県がそういう違うやり方をして問題になったってことをお伝えしておきますんで、よろしくお願いしますよ。わかりました。その辺は準備進めさせていただきたいと思います。きちんと事実を伝える、これは私たちの方針ですから、ぜひ記者団におかれても抜き打ちで突然夕方の締め切り直前にということをないように必ずやりますので。はい、お願いします。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして本日の定例記者会見を、ありがとうございました。